と年子姉妹のママをしている彩乃です。こんにちは。とこれから子育てに関する役立ちそうな情報やアイテムを紹介していけたらなと思っています。今回はとサイベックスから出ているガゼル S というベビーカーを紹介します。とこちらのベビーカーは日本未発売になるので、これから購入を考えている方や気になっている方の参考になれば幸いです。ではどうぞ。アメリカのショップから注文して7日で到着しました。2人目が生まれてお出かけには2人乗りがあったら便利だなと思い購入しました。うちには1人目で使っていたクラウドジェットがあったので、この組み合わせで使っています。クラウドジェットなら取り外して車に乗せたり飲食店に連れて入れるので、赤ちゃんを起こさずに移動できるのでおすすめです。これまでエアバギーを使っていたので大きく感じますが、動きはとってもスムーズです。また荷物も大容量で嬉しいです。ロックペダルはとても軽い押し心地で使いやすいので、何かあるとすぐにロックさせています。エアバギーの時はサンダルを履いているとロックを外す時が痛かった思い出があります。サイズを比較してみましょう。実際に測ってみたガゼル S の横幅は65センチ、対してエアバギーは53センチ。少し大きく感じるものの、それでも横型の2人乗りベビーカーよりも幅は狭く飲食店にも入りやすいです。高さはエアバギーが105センチ、ガゼル S が122センチ。高さは20センチほど変わりますが、邪魔になるような感じはありません。次に長さです。エアバギーは98センチ、ガゼル S は117センチです。ガゼル S は子供の足がさらにプラスで出てしまうので長く感じます。押していると足先まではなかなか見えないので、曲がる時など子供の足がぶつからないように注意が必要です。いつも使っているこのスタイル、前の席の背もたれを倒そうと思ってもクラウドジェットにぶつかってしまいます。この姿勢でも子供は十分に寝れますが、フルフラットにしたいのであれば一度クラウドジェットを外すことが必要です。続いて外向きスタイルです。下の子が大きくなったらこのスタイルに変えようと思っています。このスタイルも背もたれがぶつかるので、あらかじめ下の席をフラットにしてから上の席をつければ上下フルフラットが可能です。外向きスタイルはクラウド Z をお持ちでない年子利用を考えている方の最初のスタイルになるかと思います。上の段に下の子を寝かせて使いたいと思う方が多くいらっしゃると思います。これもまた下の段の背もたれがぶつかるためフルフラットにはなりません。ですが実際子供を乗せてみると十分乗せられましたので問題ないかと思います。
次は前向きスタイルです。2人で進行方向を見たがるお子様の場合、このスタイルかと思います。このスタイルの問題点は後ろの子の足元が狭いということです。姉妹喧嘩をしていたら後ろから蹴飛ばされ続けるかもしれませんね。ここでサンシェードを広げてみます。1段階広げるとこんな感じです。2段階広げるとこんな感じ。上には空気孔兼覗き窓が出てきます。仲良し対面スタイルです。これはフルフラットも可能です。問題点は上の段のこの足が下の段の手元に来ることです。靴についた汚れが下の段の子に落ちるのが気になります。最後に後ろ向きスタイルです。これは双子の方が最初に使われるスタイルかと思います。大きくなると下の段の子の正面が上の背もたれになるのでつまらないと怒り出しそうです。また下の段を後ろ向きにしていると足が荷物入れに入ってしまうので、せっかくの大きな荷物入れが潰れてしまいます。もう一つありました。一人乗りスタイル。後ろに荷物カゴをつけることができます。このカゴは下の荷物入れに入れてセパレーターとしての使い方もありです。付属のレインカバーです。ガゼル S にプラスシートで買った私はレインカバーが1つしかついてきませんでした。ですがこれが2個あったとしても下の荷物は覆えないのでびしょびしょになるので、初めから使うつもりはありませんでした。必要であれば2つ同時に覆える大きいものを買おうかと思っています。では折りたたんで車に乗せてみましょう。何回か練習したので涼しい顔で乗せてますが、あまりやりたくないと思うほど重かったです。こんな時に子供にわめかれていたら、想像しただけで。次に前輪を浮かせてみます。段差があるときは少し前輪を浮かせて優しく登りたいのですが、体重をかけても上がりません。電車に乗るときの隙間は越えられる気がしません。その重さのおかげで手すりに荷物をたくさんかけてもバランスを崩すことはありませんでした。ちょっとした段差を通ってみます。ゆっくり越えようとすると止まってしまいます。エアバギーならポニンと上がれたのになぁと思いながら、少し勢いをつけて、この扉のように片開きの狭いところを通った時に、横並びの2人乗りベビーカーなら通れなかったなぁとしみじみ思います。このくらいの速度なら乗り越えられました。ここまでいかがだったでしょうか。その他にもここはどうなっているの、気になるようなことがあればコメント欄いただければ、次の動画に生かしていきたいと思っています。それでは今回は以上になります。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。